キャットフィッシュザ・ボトルメンは2007年にウェールズのランディドノで結成されたインディ、ロックバンド。デビューアルバム、ザ・バルコニーは UK アルバムチャートで10位を記録。バンドはイギリス、ヨーロッパ、北、アメリカ、オーストラリア、スペインでツアーをし、グラストンベリー、グラストンベリー、ラティチュード、レディングリーズ、ティー・イン・ザ・パークなどを含む多くの音楽フェスに参加した。 2016年2月24日には、ブリッドアワードのブリティッシュブレイクスラックアクト賞を受賞した。2016年5月27日にセカンドアルバムザ・ライドをリリースした。ボーカルのライアン・エヴァン・マッキャンは、イギリスの知者で生まれたが、生まれて間もなく、オーストラリアに旅行に行った。ベースのベンジャミンは、ランディドの出身。バンドがランディドの出身であることを聞かれると、バンは、 住んでいたことはあるが、正確に言うと、僕たちは、ウェールズ出身でない。と答えている。キャットフィッシュザ・ボトルメンは、2007年に、結成された。ウェールズ、ランディ殿のビリー・ビビの両親の家で、バンとビリーは共にギターを弾き始めた。バンの両親も、ビリーの両親同様、ベッドブレックファーストを経営しており、バンは最初は、ビリーの弟の友達だった。 あとに、バンとビリーが、ベースのベンジーをバンドに加入させ、さらに同級生のジョンバーがドラムとして参加した。ビリーは10歳の頃からギターを演奏しており、バンとベンジーに、ギターの弾き方を教えた。バンドは、カサビアンなどのバンドのライブ後の駐車場で演奏する、ことで自身を売り込んだ。2009年に BBC ラジオ6が、バンドの初期のデモ曲を、初めてオンエアした。2010年、 初期のドラマーのジョンが脱退し、ロバート・ボブ・ホールが新たなドラマーとして加入した。ボブは当時バンドと仕事をしていたプロデューサーからの紹介だった。2014年の夏、リードギターのビリーが突然バンドでの活動を停止し、代わりにジョニー・ボードが加入した。2014年7月25日バンドは不足の個人的な事情を理由に3つの音楽フェスへの出演をキャンセルした。 2014年8月13日、バンドは Facebook にお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、ここ最近、私たちは違うギタリストとライブをしてきました。残念ながら、個人的な理由で、ビリーは今後私たちとツアーに参加することができません。とコメントを投稿した。ビリーは、バンドを脱退したことについて、脱退後の予定は、正直立ってなかった。 何をするか分からなかった。曲を書き始めたら、バンドから気持ちが離れていってしまったんだ。バンドで成し遂げたことは誇りに思っているけど、今は自分のバンドの将来のことを考えることにだけ集中しているよ。とコメントしている。2015年秋、ビリーは自身の新バンド、ビリービビー、ザ・ライスマイルズを立ち上げている。バンド名はバンが、子供の頃、 オーストラリアのシドニーでキャットフィッシュ・ザ・ボトル・メンという名の大道芸人を見たことから付けられた。2015年1月にバンはその大道芸人とシドニーのラジオ番組で再会した。2013年バンドはコミュニオンレコードと契約を交わし、同年ホームシック、ランゴ、パシファイアーの3枚のシングルをリリースした。2014年にはアイランドレコードと契約し、 同年5月17日にシングルキャスリンをリリースした。プロデューサーはアークティック・モンキーズ、カサビアン、アデルのプロデュースも手掛けたジム・アビス。キャスリンは2014年4月の MTV ホッテストトラックで1位を獲得した。2014年夏、レディング・アンドリーズやラティチュード、カンデル・コーリング、ワイノット・フェスティバル、ティー・イン・ザ・パーク、ピンク・ポップ、イビザ・ロックスなど、 イギリスやヨーロッパの音楽フェスに数多く出演した。2014年6月19日、バンドはデビューアルバムザ・バルコニーのリリースを発表し、その直後、イギリスツアーの実施を発表した。アルバムは2014年9月15日にリリースされ、UK アルバムチャートで10位を記録した。同アルバムはゴールド認定されている。2014年12月、バンドは BBC ミュージックアワードで BBC イントロデューシングアワードを受賞し、キャスリンを披露した。2015年1月6日には、アルバム、バルコニーがアメリカでリリースされ、バンドは、翌日に、レートショーウィズ、デビットレターマンで演奏をした。ワオ2 4 7のインタビューでバンは、バンドは、すでに3枚のアルバム分の曲を書いたとコメントし、ファーストアルバムより、 セカンドアルバムの方が楽しみだよ。もう仕事は終わっているからね。とコメントした。2016年のブリッドアワードでバンドはブリティッシュブレイクスルーアクトの賞を獲得。同年5月にはリバプールサウンドシティで初めてのヘッドライナーを務めた。2016年3月23日、バンドはツイッターとインスタグラムでセカンドアルバムのタイトルがザライドであるとコメントした。 同アルバムは2016年5月27日にリリースされ UK チャートで1位を獲得した。2016年8月、バンドはマンチェスターで自身最大の単独ライブを開催した。バルコニーの全曲11曲とザライドから6曲を演奏した。バルコニーのレビューでオールミュージック誌にバンドのサウンドがジョニー・マー、ザ・クリブス、フィーダー、ミステリー・ジェットに例えられた。 NME 誌でベンジーは、バンのボーカルスタイルはザ・クークスのルーク・プリチャードに似ていると語っている。また、バンはザ・ライドの音楽のアプローチの仕方について、みんなが奇想天外でアーティスティックになろうとし始めたように感じるんだ。だから僕らは基本にのっとったやり方でやりたいと思ったんだ。と語っている。ありがとうございます。